で喋るのに慣れてるのは一重に それですね。はいはい。あ、じゃあもう大学生の時から塾講師をされて、うん、卒業してもそのまま講師の仕事をされたんですね。そうそうそう、うんうん、同じところではないですけど、別のところですけど、そうそうそう、それは違うんですよ。え、違うんですか？何をしてたんですか？学生時代は、だからその一応英語の先生やってたね、ちゃんとね、はいはい、うん。で、それは中学生相手かな、うん、中学生だけかな。で、その後、ちゃんとろくに就職しないで、うん、別の埼玉県内の大手の学習塾で働き始めるんですけど、はい、あ、違うのか、その前があるのか。ちゃんと就職せずに、はい、アルバイトみたいな形で仕事を始めたのは、はい、辞書の編集だったんですよ。辞書と歴史っていうのはそこからつながってきてるんですね。面白い。辞書って例えば小学館とか大文社が作ってるでしょ、はい、でそれを辞書編集専門のプロダクションに下ろすんですよ。そういうとこに行ったの。そういう求人があったんで、辞書アムっていう映画でそう、うん、みんなわーって集まって辞書の編集やってるみたいな。あ、最後の方ね、はい、あれは最後の方の構成の段階だけですけど、もっとその前からですよね。何でしたっけ、用例、要例集めて記事書くところ、ところから、うん、だから最終的には英語の辞書でも国語の辞書でもほら名前が出てる先生が見るわけですけど、はい、その前が実はあるんですよ。へー、そういうね、アメリカ海外の雑誌見て、うん、例えばね、最初にやったのはね、うん、マグロヒルの技術辞典だったの、英語の。おーおー、マジか、すごいな。で、今皆さんが見てるやつじゃないかもしれないですけど、別のだかもしれないけど、はい、で、その時に、用例探しが一番最初に当てられた仕事だったの。初めて。うん。それはすごいよ。で、ネットとかない時代だから、大変だね。向こうの科学雑誌とかがその会社にあって、うん、それを読みながら拾うみたいな仕事。たまんないな、その仕事。そうしたいな。すごいですね。根気のいるっていう言葉では言い表せない感じですよね。で、用例拾って、その用例元に実際に記事書いたり、はい、あ、一番多かったのはあれか、だから、その、専門の先生が書いてる記事の校閲か。その先生が書いた記事の最小限のところに用例足して、そんで、いわゆる校正校閲をやる。ああ、そういうお仕事ですね。はい。それ何年ぐらいされてたんですか？でもね、そんななくない、そこは2年ぐらい。あ、その後在宅でもちょっとやって、それで3年ぐらいかな。うーん、今あるランダムアースの第2版ってあるじゃないですか。はい、あれがちょうど始まった頃でした。うーん、だからね、ランダムハウス第2版の A のあたりはちょっと原稿見てました。今も残ってるわけですね。うん、へえ。で、その後塾に行き始めたんだ。はい、で、塾はね、当然英語で応募行ったんですよ。はい、でバブルの時代でね、うん、埼玉県内の大手の塾なのに、うん、オフィスはね、うん、サンシャインの上の方にあった。バブルだね。本当、ほとんどトップぐらい。サンシャインの上の方。私、うん、昔、通訳翻訳、社内翻訳者って時、サンシャインの40階にいたんですよ。あ、本当、もっと上だった。58とか上だった。もしかしてその時代かぶってるかもしれません。かぶってるかもね。びっくり。ほら。IT 会社、IT の会社が六本木ヒルズに入りたかったみたいな、そんなもんじゃない？そうですね、当時ね。バブリーの会社はサンシャインに入りたかったんじゃない？きっと。はい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 。で、そこに受けに行ったの、試験を。サンシャインに。うん。で、科目はどうしますかって言われて、英語って言ったら、はいはい、多分これもバブリーだったからだろうね。英語の先生ちょっと余ってるんで、他になんかできませんって言われて。そんないい加減な。そう。それで、何とっさに選んだのが国語。あ、そうなんだ。なんかでもいろんなものがこう微妙にずれながらも今につながってきてるんですね、全て。エッセンスがちょっとずつちょっとずつ入ってきますね。面白いよ。そう。で、その塾は中学受験と高校受験、はいはい、だから相手は小学校中学校なんですよ、はい、高校生もちょっといたけど、うん、でそこの国語を教えてたのが多分今すごく身になってる。間違いないですね。間違いないね、うんうん、今ほらよく国語の授業やっても結構国文法の日本語文法のね、うん、用語とか平気で使うし、はい、
あとテリーさんも分かると思うけど、ほら正規表現書くときにさ、動詞の活用形とかってあるじゃない。そうですね。活用語尾とか、ああいうのって雲なく身についてるんで、恐ろしいな。これはかなりすごい武器だと思ってます、多分。ですね。うん。だからさっき言った英語をかなり前から習ってた恩師がいたっていうことと、うん、塾時代に国語を教えていた、はい、多分これが今の仕事につながってますよね、うん、間違いないわ。いや全然役に立たないとか面白いないとかっていう、だから時々あちこち言ってますけど、だいたい翻訳ってそうじゃないですか、うん、自分がやってきたことで無駄になってることは多分一つもないんじゃないかっていう、うん、ないない、絶対どっかで生きてきますよね。それは間違いないですね。それはね、お医者さんの話めちゃくちゃ面白いんだけど。ああ、でも。で、だからそういう中に IT の要素はまだ全然ないでしょ？ないですね。うん。で、まだ出てきてません。そうそうそう。で、これは、だから、その、教わったり仕事でやったりするのとは全然別のところで、はい、この辺は私とかテリーさんの世代はそうだけど、うん、パソコンっていうのが出始めるじゃないですか。でその辺にどんだけ接してるかっていうと、うん、かっていうかそうじゃないか、あの頃は誰でもある程度詳しくならざるを得なかったですよね、うん、それってパソコンで言うとどの時代？あのね、私はあの NEC 系の PC とかは全然触らなかったんですよ、はい、最初に入ったのを使ったのは Apple で、うん、ああそうなんだ、うん、マッキントッシュとかですか？いやもっと前だから Apple II の時代。ああすごい前じゃん。そうそう、あのでっかいやつですか？昔でっかくないでしょ。でっかくあのだから今でいうノートパソコンみたいな、平べったい、違うちょっと違うかな。でモニターはもちろん別枠です。うん、あのその頃友達だったオタク友達だったところにまずアップルがあったんですよ、うん、でそこに遊びに行って、うん、まずやったのは最初ゲームなんですけど、うん、これが面白くて、うん、たびたびそいつんちであの徹夜でそのゲームやってる人でそのうち自分でも Apple II を買って、はい、いじるでしょ、うん、でそれだけじゃなくて日本製で使ったのはね、うん、一応あるにはあるんですよ、うん、でもこれはね多分言ってもかなり名前は知られていないような、うん、今でも会社としてはあるのかな、日本にソードってある会社があるでしょ。知ってる人、リさん知ってる知ってる。で、ソードってどっちかっていうとオフコンなんですよ。オフィスコンピューターだったんだけど、その頃唯一パソコン出したのがあったの。あったあった。ソードの M5 っていうのがあってね。あったあった。よくそんなん買うわ。いや、これがすごい実に優秀ないい機械でした。マイナー機種だったね。そうそうそう。それはゲームをするために。そうそうそう。基本ゲームなんですよ。ね、だけど、その頃ゲームをして遊ぶ人間は何をやったかっていうと、必ずプログラミングをやったんですよ。あね。はいはい、ベーシックやってみたり、そのちょっと先のやってみたりね、うんうん、そこが多分だから今の IT 翻訳につながってはいる。もう好きで始めた趣味がさ、結局仕事につながってるってことですよね。そうそうそう、全てね、うん、で、うん、実際直接の翻訳の仕事の始めもそこなんですよ。そのアップル2のゲームずっとやってでしょ。でその頃まだアップルの正規日本代理店ってないんですよね、うん、マックが出始めてキャノンが始めたばっかだから、うん、その頃アップルの正規代理店ってなくて、全部秋葉原のショップが直輸入してたんですよね、うん、でそうするとその頃海外から来るゲームの世界にはどんな需要があったかっていうと、うん、マニュアルの翻訳だったんですよ。はあ、そうつながるんですね。 いやそれは塾の講師をしながらっていうことですよね。しながらしながらっていうか、だから学生ですから、まだあまだ学生の時、うん、で、うん、そのオタク友達がアップル詳しくって、はい、でそいつがねすでにその頃そのゲーム会社みたいなとこでプログラマーをやってたんですよ。すごい。でそいつの絡みで翻訳しないって言われて、うん、その頃アップルで出てたゲームのマニュアルを翻訳して、それは翻訳会社経由でですか？だから会社経由じゃなくて全く個人経由。あ、そのお友達の、うん、友達経由、で、それを友達を経由して発注してたのは、はい、ゲーム会社の日本のゲーム会社がその海外から輸入した直輸入したゲームに自分のところで日本語マニュアルをつけて売るっていう、そういうのが当時いっぱいあったんですよ。
それは帽子屋さんが知り合いだったということと、英語も国語も得意だっていうことがつながってるわけですよね。ゲームも好きだし、その頃まで国語はやっと教えてないですから、教える前なんです、うん、単にだからそのお宅友達と私は同じ塾で教えていたので、私は単に英語屋というだけ、はいはいはい、うん、へこれも人のつながりだな、ね、その頃やってたのがだからあれですよ、紙と鉛筆の時代の翻訳すげえ時代だな、紙の辞書でねすごい恐ろしいわ最初すごいよね、紙でやるって。紙でやってどうやって納品してたんですか？紙で郵送して、ね、ファックスとかじゃなくて、友達だからそれを直接渡してんのやかな、あ原稿用紙を、うん、本当にざっくりした時代で、料金もすごいざっくりですよ。ワード単価とか仕上がり単価とかじゃないの、ね、ないよね、ゲーム1本いくらだって相場とかも分かんないですもんね、うん、うーん、面白い。でも初めて翻訳稼いでな、それ。で、それ、一本やってみて、手応えみたいなのあったんですか？これやってみたいなっていう。まあ、面白いなとは思ったんでしょうね。うん、で、向こうの評価も大体良かったし。はいはい。でも、その頃ですよ、うん。ディスクという言葉は知ってましたけど、はい、ディスケットって初めて見たの。ディスケット。ディスケット。かずきさんわかんない、ディスケットって。わかんないです。フロッピーのこと？うん。え？フロッピーのことディスケットって言うの？フロッピーのことを昔、主に IBM がディスケットって呼んでたの。ディスケットちっちゃいやつだから。そうそうそう。で、その頃ディスケットって総称されたのは多分5インチですね。ペラペラのね。そうそうそう。あの紙みたいなやつ。うん。アップルのゲームがだから売ってる形が全部その 5インチフロッピーが多かったんですよ。そこでディスケットって言葉も覚えたし、あとあれあれ、マイクロソフトのフライトシミュレーターってあるじゃないですか、ゲーム。うん、あれも当時アップル版があったんで、うん、あれもやって、その時に飛行機のエルロンとかラダーとかそういう単語を覚えた。いや、なんでも役に立つよね。うん。その後に。面白い。そう。翻訳は最初がそれ。でもその当時やったことがまだ記憶に残ってるってすごいですね。ね、鮮明にね。いや、だってディスケットはすごい印象的だったの。そうなんだ。だって辞書に載ってなかったの、まだその頃、うん。あ、そうなんだ。で、ほら、ケットって指標字がついてるから、なんかちっちゃくした、うん、ディスクのちっちゃいものだなというイメージができても。うんうん、はいはい。うん。なんだろうって感じですよね。そう。だから、コンピューター用語に英語で発生したのがそこが初めてだったから、いろいろ新鮮でしたよね。もしかするとあれですか、コンピューター用語で帽子屋さんが作った日本語があったりするんですか？お、いや、そうだ、どうだろう、わかんない、それは今でももしかしたらどこかに残ってるかもれてる、ね、実はあれは帽子屋さんが作った造語だとかって、ね、じゃあその後徐々に翻訳の仕事が増えてで、その後だからそのなんだっけ、さっき言った辞書編集のとこ行った時にはまだ翻訳はやってなくて、はいはい、あ、違う、その頃もやってたか。やっぱその頃も個人経由で、うん、なんか、プログラミングの本一冊とか来たりはしてました。あ、すっげえ、それ。すごい。へえ。そうそうそう。で、それも結構役に立ったよね。プログラミングの本って一冊やると、リファレンスって言って関数の一覧みたいなとこがあって、その関数の働きとかを説明するのって、うん、やっぱこれも慣れが必要なんで、うん、そういうプログラミング系は自分でちょこちょこやってたの以外はその一冊で結構覚えたかな。で、その後塾屋に入るでしょ、はい、で、塾に行くと、塾ってほら、正社員でも午後出社、夜帰宅みたいな感じで、うん、はい、夜の仕事ですね。そうそう、夜のお仕事だったんですよ、うん、で、昼間時間が結構あるんで、はい、その時に副業で翻訳始めました。うん、で、この時は、新聞記事で、まだネットはないから、新聞記事で探して、当時神田にあったある翻訳会社に登録して、そこでやりましたね、うん。で、ここは全然 IT 関係なくて、はい、何でもやりました、うん。その頃多かったのがね、環境法とか、リスクマネジメントとか、はいはい、そういうビジネス系。それ何年頃ですか？それがね、1990とか
90前ぐらい、結婚する前からだから、1980年終わりぐらいから90年代前半。あ、私がちょうどアメリカ留学してた時代。タイプライターとかやってたのかな、もうコンピューターになったかな。で、その頃は僕は、まだメインはね、ワープロでした。ああ、なるほどね。いや、あのね、理工なんですけど、当時パーソナル用に出ていたのってまだ液晶画面がちっちゃいあたりなんですよね。横のやつね。そうそうそう、白黒の。そうそうそう、あれじゃなくて。これ見てる皆さんの中で、ハテナマークが頭の中に誰もわかんない、ある人が、ある一定の世代しかわかんないと思いますけど。業務用のでっかいのをリースしてました。すげえ、本当ですか、うん、すごい。なんでかっていうとね、その、教えてた塾が、そこは個人塾だったんですけど、はい、そこの個人塾の経営者がね、それを導入したんですよ、ある時。なんでかっていうと、テスト問題作るために。それまでは全部手書きとか切り張りとかだったんですよ。はいはい、でそれをワープロ導入して、それでテスト問題作ろうってあったんですよ。で、その時に、そのアップルが好きだったオタクの友達と私が主にその導入のあたりに立ち会ってたのね。で、私が未だにカナ入力してるのもそこの、あ、なるほどね。そこからワープロが入ったと。で、当然ほら大学が英語だったからは、はい、なんだっけ、タイプライターをやってたでしょ。はいはい。で、タイプライター式に入力できるのは分かったんだけど、うん、せっかくキーボードにカナ文字があるんだったら、うん、これ覚えたいなと思って。うん、でそこでよく国語のテストを作るのとかお手伝いをしてたの。あ、そこで入力を覚えた。なるほどね。なるほど。いや、面白いな、こういう話って。初めてだから、そこの塾にあったのとほぼ同じ機種を自分中央にも業務用でリースしちゃった、うん、でそれで翻訳の仕事、それでずっと翻訳してました。うん、結構じゃあ翻訳で儲けておられましたね。そうですね。そんなもんリースできるって言ったら相当の金額だもん ね、うん、当時ね、今じゃないから。あの頃って出たばっかりですね、オフィス用って。確か1台買うと50万とかする世界じゃない。あ、そんなもんです。調査でもです、ね、あのリースの総額はそんなもんです。やっぱりそうでしょ。すげえ。だからその1台でだいぶ稼いだと思うんですよ。今思ってもね、すごく早かったもん、レスポンス。そう、すごい、うん、で、あ、夜は塾講師で、そう、昼間はそれで、午前中とか昼間とか翻訳の仕事で、二足のわらじだったんですね。そう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 。で、納品は紙、最初は。はい。で、そのうち、フロッピー納品になって、うん、まだメールはないんですよね。うん、で、パソコンに移ったのが1992、3年ぐらいかな、うん、最初は Mac でした、うん、当然その Apple があったんで、全然あの Apple 以外のとか、その後の別の DOSV 互換機なんかを使う頭はなかったので、うん、自然と Mac だったんですけど、うん、でその頃だから、その翻訳会社経由のもやったし、はい、出版系で本もいくつかやったんですよ、うん、本も、うん、本もやりました。で、ただそのだんだん塾がね、うん、辛くなってったんですよ、うん。